鎖国から開国へと激動した幕末に西洋の新しい知識を得ようとひしめくようにして勉学に励む若者たちがいました。そうした青年が学んだのが大阪でオランダ医学に通じた医者として名高い緒方洪庵の適塾です。緒方洪庵は当時の最高の医者であり、日本の近代の幕開けを担った多くの人たちを育てた最高の教育者でした。緒方洪庵は文化7年1810年備中足盛で生まれました。17歳の時、足盛藩の役人であった父が大阪の足盛藩蔵屋敷に赴任することになり、父と共に大阪に出ます。この時洪庵は生まれつき体が弱く武士には向かないから医師になることを決意したと手紙に書き残して大阪に向かったと伝えられています。また江戸に赴き宇田川源信からオランダ語と医学を学んだ洪庵は大阪で蘭方医として開業します。医者としての評判は高く、相撲番付に見立てた医師の番付表には最高位の大関に位置づけられています。町医者の傍ら洪庵は蘭学を教える適塾を開きます。西洋の新しい知識を学ぼうとする若者が多く集まり、猛烈な勉強を日夜行います。適塾にはオランダ語の辞書が一冊しかありませんでした。この図譜辞書を入れ替わり立ち替わり見るために、辞書の置かれた部屋は一晩中明かりが消えることがないほどでした。積み込んで勉強する塾生も多く、寝起きできる広さは一人畳一畳分しかありませんでしたが、ひたすら勉強に励みました。こうした日夜の猛烈な勉強に明け暮れた若者たちの鬱憤晴らしでしょうか、部屋の柱には刀で切りつけた跡が今も残っています。適塾の評判は全国に知れ渡り、入門者は1000人を超えたといいます。とりわけ岡山からの入門者は46人に上り、山口に次ぐ2番目の人数です。中でも足盛藩では藩主の命によって入門者が送り込まれました。適塾からは明治日本の近代化に指導的役割を果たした人が多く出ます。医学者だけでなく、さまざまな分野で活躍した門下生の中でよく知られているのが慶応大学の創設者福沢諭吉です。緒方洪庵は膨大な医学書の翻訳や著書を表しています。その中でも日本の医学に大きな影響を与えたのが不死経験医訓30巻です。明治時代の医学校の教科書に指定されているほどです。不死医界の略では、医学に携わる人の心得を書き記しています。古くから恐れられていた伝染病天然痘が江戸大阪で大流行した時、長崎のオランダ人医師に手刀を行うことを学んだ洪庵は早速助刀館を設け、その予防に当たりました。足盛津山でも洪庵は手刀を約2000人の子供に施しています。コレラが大流行した時も洪庵はオランダ医学書から治療予防法だけを抜粋して翻訳し、出版してその対策に尽くしました。緒方洪庵の医師としての名声は江戸幕府の知るところとなり、将軍のお付き医師になることを命ぜられました。心労がたたったのでしょうか、お付き医師になって10ヶ月後54歳で亡くなりました。
明治の日本を築いた多くの人を育て、西洋の医学を紹介し発展させた功績は永遠に語り継がれることでしょう。